形容詞ってそもそもどんなものなのかどんな役割なのかというのを説明したので不定詞の形容詞適用法のこの説明に入っていきたいと思います不定詞というと動詞の原型というのが文章の中で形容詞の役割をするその中でも名詞の説明をしてくれる役割をしていくことになるんです例文を作ったので読んでみましょうちょっと嫌な例文です I have a lot of homework to do today. 今日私にはやる宿題がたくさんあります。本当に嫌な例文やね。でも、このちょっと嫌な文の中で、不定詞はどこで使われているでしょうもう色をつけてしまったんやけど、ここの部分やね、to do の部分です。不定詞はいろんな予報、3つの予報があるって言ったんやけど、 この形自体はどの用法でも変わりません。と o うと動詞の原型こういう形になるんやね。そしてこの形容詞的用法ではどういう役割どういう役になっているかということやねんけどこの不定詞の前に名詞があります。ホームワークっていうのは宿題って意味の単語やね。そしてこれは名詞になっているわけです。 名詞っていうのは本、宿題、冷蔵庫、壁、電話とかというふうにまあ物とかを表しているものです。この名詞と不定詞がセットで使われるときはこの To Do、不定詞の部分はこの名詞の部分を説明してくれるよね。なので、やる宿題、する宿題というふうに訳しているわけ。これは形容詞的用法。なので、するための、するための宿題とかすべき宿題って なんか訳するとすごく難しそうに聞こえる聞こえるけどまこの不定子の部分がこの名詞を説明してあげるように訳してあげたらいいってわけすなので homework to do でやる宿題するべき宿題って意味になりますなので文全体の意味としては I have 私は持っています a lot of a lot of はちょっと新しいかもしれんけど これたくさんのって意味です。ちょっと汚くなったね。たくさんのって意味です。なので、私はたくさんのする宿題を持っています。今日。なので、今日私にはやる宿題がたくさんありますになるわけ。大丈夫かな。この形容詞的用法でのポイントは、不定詞の前に名詞が来てますよと。名詞が来てますよと。 その後に、to と動詞の原型で不定詞になっていますよと。そして、このよういう形の時、形容詞的用法の時には、これ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 の名詞、する宿題っていうふうに訳をしてあげてください。こういうふうにして、名詞を不定詞が説明する役割をしているので、これは形容詞のことね。まなので、形容詞的用法と、 言うわけ。大丈夫かなそしたら、ちょっと一つだけじゃまだまだ分かりにくいと思うので、もっと練習をしていきましょう。えこの文です。京都 has many places to go。Has many places to go ちょっと先に単語紹介し,しておくと、メニューはたくさんのって意味ね。a lot of と一緒の意味です。そして、place これはちょっと新しく出てきたんやけど、 場所という意味の単語になっています。そしたら、この文、どういう意味になるでしょう不定詞が出てきている部分は、ここへね、to go です。そしてその前に、place、<place S 1> 場所っていう名詞があるので、place is to go で、こうなるように訳したらいいね。説明するように訳したらいいです。行くと場所やろ。そのままね、行く場所です。 京都はたくくさん行く場所を持っています。京都には行く場所がたくさんありますってことだよね。こういうふうに訳してあげたらオケーですよと。やっぱりこの行くっていう不定種の部分が前の名詞を説明してくれてるんです。そしたらちょっとこのまでの文はあんまり馴染みのない例文やってんけどこれをやってみようか。今日見る番組はありますかお友達とこと話すよね。 今日水曜日ややけど、なんか見るやつはっっ、今回は疑問文の中で作ってま使っています。Do you have? あなたは持ってますかありますかってことでね。そして最後、今日になっているので、今日やろ今日は使ったありますかと出てきている。なので、ここには、見る番組っていうのを入れてみてください。番組っていうのは、いろんな言い方があるけど、 TV プログラムにしとこうか。そしたら、この見る番組っていうのを不定詞使ってやろうと思ったらどうしたらいいこれは形容指摘用法やね。行く場所やったら places to go になったしやる宿題やったら homework to do になりました。順番は名詞不定詞の順番です。なので見る番組やったら番組がさっきやね。なので Do you have? で、TV プログラム。青にしとこうか。Do you have TV プログラムちょっともうちょっと開けなかね。ごめんね。TV プログラム。そしてその後、ちょっと行が変わっちゃったけど、To 見るなので、Watch 使ってください。Do you have TV プログラム ?To watch today? これであなたは今日見る番組はありますかという意味に。 TV プログラムという名詞が来てその後に不定詞なので見る番組というふうに説明してあげるわねそしてちょっとここを補足するとここに any って入れても OK です any って覚えてるかな ?There is, there are のとこで出てきた何かという意味の単語です何かあなたは持ってますか、見ますか、ありますかってことなので any 入れてあげるとすごい自然な分にさらに自然な文になります。Do you have any TV program to watch today? これで今日見る番組はありますかという疑問文になります。慣れてきたかな ?Homework to do. Many places to go.Any TV program to watch. 同じ形です。もっと練習していきましょう。 さらにこれみんなよく使うんちゃうかな。何か食べ物ある友達に聞いたりま家族に聞いたりするかもしれません。何か食べるものはありますかまた Do you have でありますかっていうふうに聞いています。なのでここには何か食べるものっていうのを入れてあげたらいいよね。何か食べるもの。何かっていう出てきているので絵に使ってあげましょう。そして物って出てきているんやけど ものは、thing を使うね。新しい単語です。もうちょっと大きく書こか。新しい単語なので。thing っていうのは、物とかことっていう意味です。そして、このよういうとき、何か何々なものっていうときは、この2つの単語、もう1つの単語にしてください。そういう単語は用意されてるんです。anything っていうのを使いましょう。これは、名詞として使ってあげれば OK です。なので、 食べるっていうのを不定詞にしたらいいね。と eat です。そして先に名詞を持ってきて、そして不定詞やから、名詞になっている。anything を先に持ってきて、不定詞やね。do you have anything? そして to eat。これで OK ね。do you have anything to eat? あなたは何か食べ物を持っていますか これで聞くことができます。名詞、不定詞の順番。食べる、ものという形でね。そして最後、彼には言うべきことがあるんです。また、あるというのを、はずを使って表しています。He has。なので、彼にはは言ってますよと。あるんですは言っているので、ここには、言うこと、何か言うことという形になるんやね。なので、何かことやから、 また同じ形を使うか。そしてここでは疑問文になっていましたんやけど肯定文になっている普通の文になっているので今回は anything じゃなくて any 普通の文の時何を使わないだっけ ?any は疑問文とか否定文やねちょっと難しいんやけど s o m を使います sum を使いますそして thing を合わせて something これを使ってあげれば OK です。その後に、言うこと、言うことっいうふうにし上げたあね。また不定詞を使えばいいので、この時は先に名詞で不定詞ね。He has something. そして言うっていうのは、say を使ってください。赤にしんとね。something to say。これで彼には言うことがあります。言うべきことがありますという意味に、 この形容指摘用法のポイント、青と赤で書き分けたんやけど、名詞があって、その後不定詞、この順番です。この形の時に不定詞が前の名詞を説明することができます。なので Home、homework、like、to do やったら、やる宿題になるし、many places to go やったら、行く場所になるよね。tv program to watch やったら、 見る番組になるし、anything to eat とやったら、食べるものというふうになりますよと。ちょっと難しいんやけど、この形容指摘用法この形でしっかり理解をしておくようにしてください。